タレントの明石家さんまが8日、MBS ラジオ、ヤングタウン土曜日に出演し、フジテレビ、斉藤舞子アナウンサーの過去の失態を暴露した。この日のゲストだったタレントでかみちゃんが、花粉症がひどく、薬を飲みすぎたためデート途中で寝てしまい、それが破局につながったというエピソードを披露した。続ける形でさんまは、斉藤舞子ちゃんっていうアナウンサーがそれあった。花粉症の薬を飲みすぎて、そこへ酒飲んでしもて、倒れて。ほんでかばちゃんのカバンにゲロ吐いて、とでかみちゃん以上のエピソードを繰り出した。さんまは、その時のボーイフレンドに連絡入れて、連れて帰ってもろた。俺、家知らんから、と大騒動になったと明かした。でかみちゃんは、迎えに来てくれるなんて超優しいじゃないですか、と羨んだが、さんまは、仕方なしやん。だって俺から連絡行ってんねんもん、と彼氏も渋々だったと説明。さんまが関係者に連絡して、斉藤アナの彼氏の連絡先を入手し、なんとか連絡を取ったという。過去の話ではあるがさんまは、すまん。彼女がこういう状態やから来てくれ、って言うて、と苦笑い。彼氏は、すいません、と平謝りだったという。